児玉どうするか。リースバーグ、リースバーグいった、パスを出してクリーナーがさあ自分でいく、いやここはパスカットになった、アンガスブラント、ここはダンク。山形からの移籍です。筑波拓郎のスリーポイント、児玉レイアップだ、児玉から、さあもう一度児玉から、さあ残りは8秒です。ショットクロック中を通して、ここはブラント、自ら行く、ここはリバウンドは香川、さあリースバーグ、リースバーグ自ら持っていきました。ディフェンスのいいこの飛田と石井が入っている。おー、ここはしかし体を当てながら、昨シーズンは6ポイント4アシストをマークしている久岡幸太郎です。アシストランキングが9位、外からいった、久岡がゲームをコントロールする、早いポイントで打ってきてスリーポイント。さあ今シーズンはこの飛田、河野、古野とこのスリーポイントが得意な選手が揃ってる。今度はヘソンがもう1本スリーポイント、しっかりチームを助けたいと話をしている八幡、中に入って、あーここは決めれば逆転という香川、ヘソン来たスピード、ここで愛媛がショーヘッドコーチタイムアウトを要求しました。ここはスピードがある、25対2。プレシーズンマッチは1試合しかできませんでした。そういったゲーム感というところが唯一の不安材料と話をしていましたが、さあ香川が、さあ攻守入れ替わる、そうか、筑波、筑波が行く、外からヘストンだ、スリーポイントと決めていきました、マイルドヘストン、ビッグジェラルドも行ってる。さあ筑波だ、ノーマーク、いやここは来ない、しかしここはバラント、決めていった、バスケットカウント、ゴールした強さを見せましたアンガスブラント、208センチ。いやーここは、さあ児玉、児玉がゲームをコントロールする、リースバーグ、リースバーグフィーダーウェイは、ここはヘソンだ、これが嗅覚でしょうか、タイムアウトを要求しています。ヒヤッとしましたが、ここは香川ボールキープ。さあ残り3秒だ、2秒1秒、ねじ込んできた、ショットクロックギリギリいっぱいを使ってヘソンだ、中に割って入った、ここはブラント、ここは上田の素晴らしいオフェンスリバウンド、ブラントがフックで決めていった。今夜の開幕戦1点差、このまま誰に入れるか、合わせてきたリースバグだ、リースバグのスリーポイント来ました、中に入ってこのショット、あフェルプス、あここはヘソンのブロック、さあ児玉中入ってとバーグですが、このボールを取って自ら決めていった、児玉高之、自分たちのこのプレーをやり通すことができるかどうか、リースバーグファールももらいました。これが去年の西地区チャンピオンの力、ここです。さらにファールをもらいながら沈めていきました、飯田、ヘソンからリースバーグ、中入って児玉来ました、電光石火、児玉高之、4点差。さあここはブラント合わせていった、バーグ決めました、難しいショットですが、いやフリースロー、ああここ落ちる、しかしボールをキープする、ブラント決めた、リースバーグだ、フルのミスマッチがある、上田、筑波拓郎来ました、